月夜車。泉京太郎。一。宴会というが、優しい志の人たちが、亡き母親の追善を営んだその席に連なって、四季も杯も済んだ夏の夜の十時過ぎを、袖先という、今年東京の何がし大学の国文科を卒業して、故郷へ帰省中の青年が、山のふもとを川に沿って、下流の方へ車を走らして帰ってきた。やがて町に近い鈴の尾という橋が、河原のキラキラと白い水の青い向こう岸の暗い川幅を横に切って、つやつやと一筋かかる。たもとに黒くこんもりと濃い緑を包んで、遥かに星のような塔明かりをちらちらと羽裏に透かす人元のえのきの姿を前に斜めに見たところで、若い衆、と上から声をかけた。待っとくれ。へえ。そこへちょいと右へ入ってもらいたいな。と車は急に石ころ道にガタガタと音を立てて山の裾へ引き込んだが、ものの半丁もなしにすぐ上がり口の草深い険しい坂になるのであるから、黙っていてもそこで止まった。旦那、どうなさります?おろせ。というとき、袖先に続いて、後ろから並んできた五六台の車がガラガラと川べりを町へ差して通り過ぎる。看板の薄黄色い火が幕を開けた舞台を走る趣に見えた。もっとも彼の前にも車が続いた。その時、橋の上をひらひら、片裾の薄く濃く、月下に入り乱れて対岸へ渡った四五人の影も見えた。それらは勝ちで、ちと早めに宴会を辞した連中。初夜過ぎの今頃をいかに夏の川べりでも人通りは絶えてない。人も車もいずれ列席したものばかりで、その後先の車の中から彼は引き外してここに入ってきたのである。気のいい中親父だった。車屋は火事棒を上げたままねじ向いて、草唾の夜露がひどうございますので、旦那、お袴の裾が濡れませよ。乗っていらっしゃいまし。なんでござります。もうかれこれ、そうして待ちますほどのこともござりますまい。お連れの方はみんな通り過ぎてしまったようでござりますので、大概大丈夫でござりましょう。そろそろ引き出してみましょうで。いや、どうもそのあれでございますよ。ついこのお酒と言いますものが、得てその素直にうちへお帰りになりにくいものでござりまして、二次会とかなんとか申しますんで。と、人のいい笑い声。ああ、若い衆何かい?連れの者がどこか二次会へ引っ張り出そうとして、私を中へ引っ張さんだ。それを外したのだと思ったのかい?へい、それ引き込めとおっしゃりますから、せいぜいめっかりませんように、いきなりろうそくを消してきたでござります。山の陰になりますで、車一台は月夜でもちょいと目にはつきますまいと思いまして、へい。と言って、ちと真拍子の抜けた看板をぶらり傘の下へつってみせた。が、田舎のこととて番号もなく、バッと白い。ご親切ご親切。と笑って、そうじゃないのだ。まあ、降りよう。へい、お待ちなさいまし。石ころで歯がきしみますので。と、つくばって、ぐいと舵を押さえる。そこへ降りた。しかし、そう思ったのはもっともだよ。連れが連れだからね。ええ、だいぶお綺麗なところがお揃いでござりました。皆、新地のご連中。ところが、今日の会は真面目なんだよ。女たちはお酌に来たのでもなければ、取り巻きでもない。実は、世主なんだ。世主?え?世主と申しますと?と、
何か眩しそうな目を細をして、薄い眉毛をうつむけた。やつれた親父が手ぬぐいで額を拭く。志す仏の追善をしたのさ。芸者たちが関心じゃないか。お珍しい、奇特なことでござります。いずれ、旦那筋のでござりましょう。ちょっと聞くと誰でもそう思うだろう。ところが違うんだ。客筋のじゃない。みんな師匠の追善なんだ。お師匠さんと申しますと？ためにろうそくまで消した車屋は、つい通りの気客ではない、馴染みの気らしく親しげに問いかける。若い衆、知ってるだろう？この川下の稲荷瓦という新地の裏になる。あそこに、遊郭の女が遊芸から読み書き、茶、花なんぞの授業を受ける女工場というのがあるの。ござります。へえ、なるほど。と、はや半ば合点した風をした。そこのお師匠さんの十三回忌を営んだのだよ。十三回忌？はあ、だいぶ久しい後の仏様を、あの手合いにはなおさら奇特なことでござります。と、手ぬぐいをつかんだ手を胸に置いて、傾いて。旦那、くどいことをお尋ね申しますようでござりますが、その十三回忌の今日の仏様は、旦那衆でござりますか？それとも、ご婦人で？女だ。どうしたい？と言いながら、袖先は尾上の松を仰いだ。山懐に炉が暗く、髪黒く、月陰にその色が白い。傘の下からこれを透かして、車屋はその傘を取りながら、シアン顔の額を伏せた。もし、それじゃあ、そのお方は、袖先さんのご親祖じゃござりませんか？え？知ってるかい？若い衆。と、振り返ってじっと見た。面目もござりません。と、手ぬぐいを傘に落として裏返しに膝へ下げた。腰をかがめて、十三回忌のその仏様は、あなたのおっか様でいらっしゃいましょう。坊ちゃん、前にご厄介になりました友蔵でござります。もう、大覚えはござりますまい。と、めいった声して、目のしょぼしょぼした寂しい眉を上げていった。まあ、どうした？と、手にした扇をその墓前、僕はちっとも気がつかなかった。この程でござります。へい、お見忘れはごもっともで、いや、もうからっきし育児もだらしもござりません。あなたはご成人遊ばしましたなあ。どうもご様子が似ておいでなさいます。と、今申せば申しますようなものの、あんまり大きくおなりなさいましたので、まるでもって思いがけずでございました。失礼ながら、おいくつに？ともさん、後役だよ。誰にお聞き遊ばしたやら、だいぶん高慢な口をお聞きになります。お26で。ああ。しみじみ存じておりますのは、まだ7つ8つ。ご神父様もご存命の時分でござりますから、かれこれざっと20年。それがお亡くなりなすって、お母様が女工場へいらっしゃって、踊りや何か遊芸の師匠を遊ばして、手一つであなたをお育てなさりまする自分は、陰ながらお顔を見ましたくらいなもの。大いにご恩をこうむりましたに、いざお家が、という頃には、ろくに書簡見舞いにもお伺いいたしません。手前がその不都合な良犬型とお家の罰で、この体裁でございます。へい。こんな薄汚い車夫風情を捕まえて、かったい坊ともお呼びなさらず、ともさんと今おっしゃってくださいました。そのお声がご神祖様そっくりで、友蔵は胸がいっぱいになりました。袖先は再び峰を仰いだ。言われてみれば我ながら、ともさんと呼んだ自分の声が、谷深く小玉に響いたようにも思う。
母親のその奥月は、この山のとある丘の、この月の朝自由に、影薄く、梅雨細やかに弱とある。友蔵は鼻をすすって、人間こうまでになりませずば、表向きあなたのお供をいたしまして、今夜なんぞ、たとえ相手は芸者でも、ご神祖様には時旦那、世主型の下足番でもしましょうものを、はや全く不甲斐ない、残念なことでござります。と、曲げた腰も立ち会えず、石を噛む歯の根にうずくまった。草も荒れ、地も割れて、木陰を盛る月切れ切れに骨を砕いて散らしたれば、片輪車の影を倒して、輪廻をすごく描けるその様。二。この哀れな車夫に向かって、大川の流れの音の身に染むように、姿を引き締めて佇んだ袖先の帽子には、ことさらに月が宿るがごとく見えた。何も家業ならいいではないか。天秤棒を担いだって、家事棒を握ったって、誰に何が決まりが悪いね。しかし、仕事はどうしたんだね。友さんは手にいい職があるのじゃないか。と、いぶかしそうにそう言った。友蔵が袖先のうちに恩があると言ったのも他ではない。この剣に聞こえた蒔絵師だった。彼の父に師とし仕えて、友蔵は一門腕のできた職人であったので、元より以前から友蔵の家は土地でも場末の町外れの元の足軽町の破れ長屋に家族が大勢でかびた湿ったじとじとした貧しい暮らしでいたのであるから、自分に店を張って注文を取るほどの視力はないまでも、同業のもとに雇われて給金を取ろうなら、こうした力技をするには当たらぬ。また、その方が身入りも多いはずではないか。それがやはり、手前心から仕方がないのでござりまして、以前、お家におりました自分から、どうも、この目が悪いので。と、手のひらで上へこすって、これにつけてはご神父様、ご神祖様も大概ご心配くだすったことではござりません。友蔵や体を慎め、友さんお酒をお飲みでないよ、と親身におっしゃってくださります。あなたの前でござりますが、我ながら愛想の尽きた文持ちでござりまして、毎毎男の面目玉がドブ漬けのナスになろうとするところを、幾度お救いをいただいたかわかりません。それにも懲りず、ある時なんぞは、とんと野良の金に困りますところから、もう目が見えぬ。と、情けない声を出して、言いようもござりません。もう目が見えぬ。一生の大難でござりますと、ご神祖様を拝み申して、この二十里先の大岩の不動様と申すのへ、おこもりの願掛けに参りたいと泣いてみせて、もうそれまでにも毎々の、とてもご理想のないところを、ご神祖様のお取りなしで、じっとまとまったわらじ線を頂戴すると、その足で、新千葉入りでございます。どこへ罰が当たりましょう。達者な目でも目くらにならずには済まぬはずを、その上にもお詫びを叶えてくださいました。ご両親のご利益で、まだ、まあ、こうやって、大まかなところは、雲と霞と見分けのつきまするのがめっけものでござります。へい、陰徳はなんとやら、とご主の上ではよくご神父様がお話になりましたが、世の中のことと申しますものは書物の通りには参りませんで、お慈悲深いお方だけにお蓄えと言ってはござりませんで、お亡くなりなさりますとすぐにご神祖様があなたとお年寄りを抱えてお一人でご神老をなさりました。女工場でお師匠さんをなさりますそのお心の内を存じながら、もったいない。引っ張りの地獄宿でタコの足をかじりながら、袖先のご神祖が直伝だ、と、紀伊の国は、大人瀬川の狐がついた人畜が、
沙汰の限りでござります。ねえ、坊ちゃん。こんな夜迷い事を申しまして、今更あなたにお詫びを願って、またお目にかかりたいのどうのと申します。そうした了見ではござりませんが、これでもあなたのおっか様の何回忌ぐらいは心に覚えておりますところへ、あまり思いがけないお方にお目通りをいたしましたので、ついそこにご神祖様が目の前へお立ち遊ばしたように見えましたものでござりますから、かねて胸いっぱいの申し訳をうかうか喋ったでござります。と、言葉が途絶えて、しわぶきをして、いや、そして、お宿はどちらにおいでなさります?ああ、明日にでも話しに来ないか?私はね、針屋にいるよ。知ってるだろう?おばあさんの実家で、またいとこのうちさ。どうりこそ、手前を雇ってくれました若い衆が、小見の工事まで、と申しました。いえ、あそこに共待ちをしました。あの手合いはみんな狂わのでござりますで、看板がどれも新地組合、印が礼々と書いてござります。姉さんたちが心づけたでござりましょう。あなたを送り申しますのに、町中を新地組合の看板では、お外分に関わろうという。そこでこの橋向こうを、あぶれてぶらついております手前が、お見出しに預かりましたものと見えます。へい。へい。と、おじぎ慣れて、生まれついて車屋らしいのも、目の薄いのが物寂しい。はあ、ご冗談をなさりますな。あなたからお逆手なんぞどうして、もう余分なご祝儀を姉さんたちにいただいております。格別気をつけて、音も申せということで。へい、これも全くもちまして、今日のご神祖様がお恵みでござります。なかなか。まだこれでも坊ちゃんさえご承知くだされば、車をここへ売っちゃって、猿音部にお部員申して、友蔵がふんどしの紐へ通した天保線で、風車を買ってお持たせ申したをござります。いや、そういえば今夜は、車前の毘沙門様のお裏祭り。あれ、お聞きなさりまし。どんどろどんどろと刻んだ太鼓が聞こえます。と、眩しそうに仰向いた。月は、時に、川並みの上に打ち傾き、左右に薄雲の手を伸べては、思うままに光を投げ、水を砕いて、十日の影が澄み渡る。空を区切った峰の姿は、この山懐へ暗くなって、崖の木立の暗い中に、檻からキラキラと星が輝く。友蔵の影は石ころの上に揺らいで、ああ、もうだいぶ遅うござります。さあ、お召しなさりまし。ご存知の、あの目の赤い大ムカデのうねった、下がり富士の揃いの軒上人をご覧じながら、そろそろお帰りなさいませんか。と、話に紛れて友蔵は、ここに自分たちが不意に巡り合うとして、それがために、連れの中から車を外して引き込んだものと思ってしまったらしい。こなたもまた墓からわらじ履きで出てきたような古い男に会ったので、忘れるともなく紛れたが、祭りの太鼓というにつけて、夢見る耳に一鉢ドロドロと入ったように目覚むるばかり思い出した。ここに待ち合わす女がある。立ち直って、ともさん、もういい、帰っておくれ。なんだか、この上の山見たように話があるが、立っていては落ち着かない。どこか一緒にと思うが、それも遅し。明日にでもまた会おうよ、ね。お前さんは稼ぎ人だ。忙しかろう。ここはもういいよ。いいえ、遠慮するんじゃない。はじめからもうこの坂で車から降りるつもりで入ったんだ。ともさんと知れて、それで乗るのをよすんじゃないから。さあ、構わずお出かけ。へい。と、煮え切らない返事をして、少しすさってためらいながら。そして、あなたは、坊ちゃん?こんなに月はよし。と、悠然として草を踏んで左右へ一足。水前のあった今夜だし、墓参りする道だろう。
まあ、この清水で。という袴の裾をさらさらと石をくぐって、草の下行く細流あり、坂はたらたらと雫を絞って、崖から道に滴るのである。手でもすすいで、ここからお参りをして帰ろうと思うんだから。さあ、ごゆっくり。大神をなさりまし、お待ち申しますとも、手前は。あなた、手をおすすぎなさるなんのと、いい加減な水いたずらをなさって、たもとが引きずるといけません。さあ、袖を持ちましょう。と、真面目にぬっと両手を出す。笑いながら片手を袖口にぐっと入れて、ともさん、いくつだと思ってる？さようでござりましたな。それでもあなた、石の下に、いかに多いこと、騒がにが、ここの水にはおりますので、指を挟まれるといけません。お待ちなさりまし。昼間の弁当箱が開いております。洗って一つ、それへ組み出して差し上げましょう。まあ、お待ちよ、ともさん。本当にいいんだよ。決して邪魔にするんじゃない。一人の方がなんだか落ち着いて、しんとして、墓の松に吹く風も聞こえるだろうと思うからだよ。ああ、イカ様。と、またしんみりして、愛しげな、早くからご両親にお別れなすったあなたでござります。格別のお心持ち、お墓の松の風の音が、峰からしてここまでな。名前だぶ、名前だぶ、名前だぶ。時に、山彦が口笛吹くかと、フクロウの声が、月の空を、ほっほーと走る。